皆さんこんにちは、アバブガールズカッカリーです。9月3日 MTV ついちゃん私たち出演決定しました。ありがとうございます。はい、今回の MTV ついちゃんは美萌え女子アイドルグループ特集ということで、今から設定をくじ引きして、はい、その役になりきってカメラに萌えキュンセリフをお願いします。はい、やった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 。はい、誰から行く？もう入ってんじゃん、もう入ってんじゃん。それずつ引いて、それずつやるってことね。オッケー。じゃあ、ちょっと無理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 疲れている同僚に向かって萌えセリフ。ええー、得意じゃん、得意分野じゃん。欲しい、待ってる。あ、同僚って同い年？うん、そうそう、まあまあまあ、そうそう、一緒に働いてる人、こういうことですよね。そうそうみたいな。そう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 、カメラに向かってもうちょい近づいて。待ってるよ、いい言葉。レッツゴー。こう近づくすぎて、要するになってうちらが声かけられた気がする。レッツゴー。どうぞ。それでは関根あずさが疲れて、はい、はい、3、2、1、9。太郎くん、お仕事お疲れ様、ぴょん。関根、はい、コーヒー持ってきたから頑張る、頑張って、ぴょんぴょん。じゃあ猿ぴょん。これが見方だよ。大丈夫かな、これが見方だよ。こんなやだ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 、よく会社受かったね。おめでとうだ、ほんとに。萌えキュンね、みんな。関根さん、関根さん、2番目の方を選んでください。ぴょん。指名制。え、あ、違う、次の方選んでください。え、じゃあ森さん。うわー、マジ森さん最後の印象。やだよー。いきまーす。ちょっちょっちょ、うわ、難しい。朝起きてくれないお兄ちゃんに対して一言。お兄ちゃん、萌えちゃん、萌えちゃん、お兄ちゃんいないか、おじいちゃん、おじいちゃんじゃない、もうおじいちゃんじゃない。さあ、行ってみよう。おじいちゃんじゃない、ちゃんと妄想できる。おかみ行け。オッケーオッケー。じゃあ、それでは3、2、1、9。お兄ちゃん起きてよ、ね、起きてってば。起きてくれないと注意しちゃうぞ。お兄ちゃんだね、禁断なの、禁断なの。違う違う、お兄ちゃんだよ、お兄ちゃんだと。お兄ちゃんって言わないで。違う違う、めっちゃ切れますよ。こないもん、確かに。次だね、今の。次だよ、次だよ。次はみんこ。こんな娘に産んだよ。どうなんや、アイドルに夢中な幼馴染に自分にも夢中になってもらうための一言。じゃあ同じ教育じゃん、幼馴染。同じ教育だね。誰か3、2、1。 OK、 3、2、1、9。ねえねえ、あのさ、私も一応アイドルやってるんだよ、ぴょん。だから私のことも応援してほしいんだにゃん。ネタかぶりはいらねえんだよ。無理、燃えたか無理、燃えたか無理。じゃあ次、待って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 、ちょっと待って、一応アイドルやってんだけどって言われて。マジで知らない、アイドルや。あの、幼馴染に知られてないという手で。やだこれ。今だ、まだ行こう。仕事のミスをカバーしてくれた先輩に対して一言。はい、さあ、いいよ、洗いっぽい、洗いっぽい。待ってるよ。はい、3、2、1、9。先輩、カバーしていただいてありがとうございました。あの、俺と言っちゃなんなんですけど、何でもするので、私と付き合ってください。何でもするの、それ怖いだろ。怖い、怖い。ある意味脅迫やろ。オッケーオッケー、じゃあ、あやの。はーい、脅迫かよ。脅迫？ムニ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 。台湾で迷子に目的地に行くためカメラに向かって助けて、萌えゼリフ。助けてよ、萌えゼリフ。台湾で迷子になっちゃったの、あの、助けたくなる感じの怖さ。助けてくださいって。3、2、1、9。あー、ヘルプミー、ヘルプミー。オーノー、迷ってしまったわ。ここはどこ？助けて。あー、萌えよさが見つけられた。すごく萌えよさが、萌えがない、萌えがない。アプガ流の萌えだから。そうね、そうね、そうね。じゃあ、見てみます。ラスト2人、どちらにしようか。また、2人が、あかり。イエーイ。あー、萌えやだ。こっちに、あかりの顔見たら、
捕まえてくれたポケモンマスターに向かって捕まえてくれた大切にしてね。あ、え、結構いいじゃないかね。さあ、ラスト。大鳥。大鳥です。選ぶ余地もないか。はい、これしかないです。余り物には服着てるよ。こんなんじゃないし。ロックがあるんだ。毎朝。毎朝同じ〇〇を買う常連客に一つ。常連客。だからコンビニの店員さんなんだよ。いらっしゃいませーって。店員さんでいつもありがとうございますっていうので。はい、じゃあ頑張って。3、2、1、ラストだよ。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 一緒に飲もう。自分で買えよ。自分で買ってください。どうしよう。僕はね、当日も頑張ります。もう。そうね。もえもテレビ。もえもキュンキュンすると思うんで。今日も楽しい。